ありがとうございます。今日は私のアルトフルートを少し紹介させてください。アルトフルートはフルートよりも一回り大きいフルートです。まあ、ご存知の方も多いと思います。フルートアンサンブルなどでよく使われたり、アルトフルートオリジナルの曲もありますし、もちろんトリオ、カルテットのみならず大きなラージアンサンブル。あとはオーケストラの作品、有名なところではラベルのダフニスとクロエとか、スロベンスキーの春の祭典などにもアルトフルートがオーケストラの中で使われています。特殊管と呼ばれる、アルトフルート、バスフルート、バスフルートもいろいろありますけれども、の中でも結構メジャーな、アルトフルートです。この私のアルトフルートはですね、メーカーはパールフルートというメーカーです。パールです。材質は、頭部管がシルバーで、頭部管は、メッキです。まあ、たまたまね、中古で結構良い状態のものがあったので、手に入れることができました。ずっと探していて、いろんな人、楽器店さんとかにいい中古が出たら言ってくださいねと言っていて、まあ2年か3年ぐらい前に手に入った感じです。まあプロの、フルート奏者だったらピッコロについできっと持たれてる方が多いと思います。まあ、趣味でね、やられてる方で持ってるという人はあんまりいないのかなとは思うんですけれども、プロではまあピッコロ、アルトフルート、持ってる人はツェーバスフルート、稀ですけれどもコントラバスフルートっていうのを持ってるプロの奏者もいらっしゃいますね。で、私このフルート、アルトフルートはですね、頭部管が銀、シルバーで、胴部管はメッキなんですけれども、結構重いんですよ。結構重い。で、これ何グラムかなって測ったら、728グラムありました。728g です。普通のフルートはですね、502g でした。ハーソクね、ハーカンの、シルバーですけれども、これ 502g。こっちアルトフルートが 728g でしたので、まあ約 220g ぐらいの差、226g の差がじわ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 きます。で結構他の楽器で珍しいインゲ G ですね、クラリネットとかトランペットとかね S 管とか B 管とか、まあ、サックスもそうですけれども B 管とか S 管とか言いますけれども、これはアルトフルートはイン G インゲの楽器です。だから胃腸楽器で、例えば、波長調、チェードゥアーの音階をアルト楽器で吹きたいと思ったら、F ドゥアの音、指使い、フルートでいう F ドゥアの指使いをしなければドレミファソがならないです。で、逆を言うと、アルトフルートで普通のフルートのドレミファソ、波長調のスケールを吹いたら、インジー、インゲーの楽器ですので、都長調の音階がします。だから書き譜、楽譜はですね、例えばベードワー、みんなでベードワーの調整音楽、調の音楽を、楽曲を演奏していたら、アルトフルートっていうのは一つフラットが増えます。E フラットのキーで書かれて、それを出すとベードワになります。B フラット、メジャーになるっていう感じです。一方、シャープは逆で減る感じです。二長調、みんなで二長調、デードワ、D メジャーの楽曲を演奏していたら、アルトフルートの譜面は、ゲ、G の、譜面で、その書かれている譜面通りに吹いたら出てくる音は D メジャー、デードは二長調っていう風になっています。
チューニングするときはですね、だいたい A で合わすことが、吹奏楽だと B フラット、B で合わすことが多いと思うんですけれども、A、ラーの音で合わすことが多いと思います。で、アルトフルートで普通のフルートのようにラーの指使いをしてしまうと、違う音が、ミの音が出てしまいますので、A は D と思って、ご視聴いただきありがとうございました。アルトフルート持ってるよ、アルトフルートでこんな曲演奏したよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。長くご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。